ティス、フラケです。今日はですね、ちょっと今ね、急遽カメラを回しております。小笠原ヤモリのね、卵を、貼り付いてたやつ、僕剥がして1個ね、管理してたんですよ。で、帰るかどうかわかんないなと思いながら、こんな感じで水苔を、湿らした水苔を入れたとこにペットボトルのキャップを置いて、でそこにこれテラリウムソイルですねを置いて、でテラリウムソイルは乾いたままの状態で、その上にもう向きもね、どうしていいのか分からなかったんで、これ木に貼り付いてたやつなんで、まあそれを一応ね、まあ適当にまあこっちでいいかなっていう感じで置いといたんですね。で一応毎日ね、こう今日帰ってるかなーなんて思いながら見てたんですけど、まあ帰るかどうか分かんないなーなんて思いながら見てたら、今日見たらね、いました。見えるかな、このめっちゃ小さい子なんですけど、はい、映ってますね。はい、このサイズ感、キャップとね見比べるとよくわかんじゃないかなと思いますけど、はい、チビ小笠原ヤモリ生まれました。でうちはね、今1匹生存してるんですけどね、もう1匹足が、前足がなかった子はね、ちょっと亡くなってしまったんですけど、その子はね、5体満足で生まれてそうです。はい、よかったよかった。というわけで、これから、はい、とても危険なこのチビヤモリをね、移動させたいと思います。で今回ね、飼育ケージに使っていくのが、はい、こちらです。これまあセリアで売ってた、これあれなのかな、メダカの、まあこれなんだろう、隔離用の入れ物なのかな。こんな感じで上空気穴みたいになってて、でここにちょっとね、大きめの、多分これポンプとか通すやつなのかな、穴が開いてるんで、これはちょっとセロテープで塞ぎました。もうこれで多分ね逃げないと思うので、で下に湿らしたテラリウムソイルを入れてあるので、こちらでね、ちょっとある程度大きくなるまで飼育していきたいと思います。まあ、ちょっとね、一緒にね、先に生まれた子と入れられたらいいんですけど、ちょっとサイズ感がちょっと違いすぎるので、食われないまでもね、まだアダルトじゃないんで、食われないまでもさすがにちょっといじめられちゃいそうな気がするので、とりあえずね、しばらくはこちらである程度育つまで、こっちで飼育していきたいと思います。で大きい方の子は多分ある程度、逆にアダルトに近くなったらお母さんとね一緒にして、またそっちのね広い方にこっから移動するっていう形をね取りたいと思います。じゃあこちらに移動していきましょう。ちょっとね、捕獲シーンは多分危険なので取れないので、もうここに移すまで飛ぶようにしたいと思います。飛ぶか逃げられてここで動画が終わるか、どちらかでございます。ちょっとじゃあ捕まえてきます。ファーストシェット、ちょっとここに行ってほしい。ナイス、すごい、無事撮影も成功したぜ。 OK、 はい、移動完了しました。卵ね、これどこから出てんだ。あ、割れてるね、こう上のところが綺麗にパコッと割れてますね。はい、まあ、この設備でとりあえず壁に乾燥するタイプのヤモリの卵はとりあえず孵化することが判明しました。まあ、土に産むタイプじゃないんで、あんまりね直接水分が行くのどうかなと思ったので、まあ周りに水苔敷いて空中湿度を上げて、で卵置く部分は乾いたテラリウムソイルっていう形だったんですけど、これでね、なんとか孵化してくれました。まあ、もし今後、まあ割とね、これから卵、この間ね、グラテラの扉の上のところに産んじゃって、撤去しようと思ったっていうか、こっちに移動しようと思ったら割っちゃったんで、まあこれからはもうね、産んだところでそのまま孵化させるのが一番いいかなと思うんですけど、まあその後ただ捕まえるのが難しいんですけどね。とりあえず、まあもし卵が回収できた場合はこんな感じで管理していこうかなと思います。はい、じゃあね、とりあえずピンヘッドはいなかったんですけど、なんとか食べれるんじゃないかなっていうチビコオロギを一応2匹ほど入れといてですね、
まあ、バラマキ球児でしばらくは行きたいと思います。で今家子のねアダルトもいるので、まあちょっとあれですね、ピンヘッドも自分のところでせっかくだから卵取って孵化させてね、小笠原エモリちゃんの餌にねしていけたらと思います。もうちょっと小さすぎてピントがなかなか合わないですけど、とりあえずうちのね小笠原ヤモリのベビーちゃんのね3号が孵化しましたので、そちらのご報告でした。はい、それではまた。ブラケでした。バイバイ。